先端を行く日本酒を3種。3種。はい。と、別で。今日持ってきてないのだと、あとは、それこそ先ほど、唯一、両親の趣味と言っても過言じゃない、夏の海なんですけど、千葉の御宿って海岸があるんですけど、そこの海岸からすぐ近くにある岩の井っていう蔵の日本酒、そこはすごいですね。そこと、あとやっぱこの2州はいいんじゃないかなっていう、すごく、なんだろう、今の冷酒ブームというか、その先を見てるような気がします。辛口淡麗の時代が終わって、今は香り華やか、スッキリ系、プラス3、みたいな多分時代だと思うんですけど、その先を行くお酒なんじゃないかなっていう。基本的に僕、うちの店は、熱燗がメインになってるので、まあ、熱燗にして、より美味しく飲めるようなお酒たちっていうのは、今のその3種が、僕の中ではトップだと思ってます。その御宿の蔵元さんの特にすごいところだったりおすすめなところっていうのは、水がむちゃくちゃ硬くて、高度、東京の水かなんか、日本の平均の高度が、お水の高度が80何ぼだったと思うんですけど、その御宿の岩の井のお水の高度が200何ぼっていう、ヨーロッパとかレベルのそのお水の硬さらしくて、それで醸されるお酒っていうのが、やっぱりガッチガチで、最初は全然飲めないんですけど、3年4年ぐらい寝かせてやっとこう、美味しさが乗ってくるみたいな。で、そこでつけた時の感が素晴らしくうまいですね。何にも変えがたい。日本人よりも、やっぱ海外、ヨーロッパとかの方が受けるらしいです。すごく。水が硬いと日本酒の味にどう、影響するんですか？後味とか、あとは口の中にいた時のやっぱ、なんだろう、こう、異物感じゃないけど、なんかこう、存在感というかがすごくあります、やっぱ。すっと流れていかないというか、ずっとそのままにこう、残ってるような、質量がこう、すごいですね。ぎゅっと凝縮されてる感じです。硬いほど。そうですね。